にちは、ハピメイチャンネルです。イエイ。今日は筆箱の入れ替え儀式を行いたいと思います。はい、ですね、今まで使っていた筆箱がこちらのフレンタの中に入っていたこのすみっこ暮らしの筆箱を使っていたんですが、新しいすみっこ暮らしの筆箱を購入してきたので、そちらと変えていきたいと思います。この筆箱はすっごい可愛くてお気に入りだったんですが、これ以上学校に持っていくと汚れてしまいそうなので、習字の教室用に使いたいと思います。それでは買ってきたものが、新学期に新しいの欲しかったんですよ。はい、この筆箱になります。ここ開けられるんですけど、ここに鉛筆とか入れて、消しゴムはここの一番端っこに入れられるようになっています。はい、ここに消しゴムを入れるそうです。で、ここの表面っていうのが、ここの表面にすみっこ暮らしの絵が描かれていて、とっても可愛いです。こんな感じです。いろんなキャラクターの絵が描いてあって、すっごく可愛かったので、この筆箱を選びました。白っぽくなっているので中身が見えないようになっています。やっぱり4年生になるので新しくしたいなって思って鉛筆も買ってきました。じゃん、この2つになります。キラキラしていて、全部の隅っこ暮らしのキャラクターが描かれていて、すっごい可愛かったのでこれを購入しました。2本とも同じ色と同じ柄になっています。それでは早速筆箱を作っていきます。その前にこの鉛筆を取りきます。じゃあ行ってきます。文房具たちをこの筆箱の中に入れていきたいと思います。ではまずネームペン、どんどんこの鉛筆たちを入れていきます。この鉛筆はここの木の部分が黒くなってて、あまりお店に置いてないので、お店に置いてなくてやっと見つけて、友達とお揃いでこの鉛筆を買ったので、この筆箱に入れたいと思います。はい、こんな感じ。これは視聴者さんからもらった赤鉛筆になります。すごい可愛い赤鉛筆です。水玉模様ので、これがさっき買った鉛筆です。これが2本、あともう1本、これもすみっこ暮らしの鉛筆です。で、この全部入れた上にこの定規を置きます。そして置いたら、ここの消しゴムをここに入れて、これで完成です。なんかこうやってランドセルしょってなんか走ったりしたら傷がつきそうでやだな。綺麗な新品みたいなままがいい。というわけで考えたのが、この筆箱の中のここの芯のところにスポンジを入れて、汚くしないようにしようと思います。というわけで、ママさんにスポンジを切ってもらいたいと思います。ああ、私ですか。はい、はい、用意してって言われたスポンジがこれです。これは前にそう、さゆちゃんのバッグとか、あ、違う、筆箱だ。あ、筆箱だ。うん、すみっこ暮らしの筆箱に入っていたスポンジになります。これを肩で切って、その芯が当たる部分が汚くならないようにこうやって、うん、つけとこうか。うん、じゃあちょっと肩で、じゃあ切ります。はい、じゃあ喋ってて。やっぱり新学期だから鉛筆とか筆箱とかも新しくしたいなって思ってたので購入したんだけど、音が聞こえるノコギリみたいだね。うん、出来上がった感じがどうなるかなっていうのが楽しみです。一番、はい、少々待ちます。はい、こんな感じでここの部分にスポンジを入れました。これで筆箱が汚れないで使えると思います。そして最後、上に定規を乗せれば筆箱の完成です。イエーイ。シンプルがやっぱりとってもいいね。すごい、やった、うん、この筆箱で
はい、閉めてと。以上で私の筆箱を変える儀式の紹介をやりたいと思います。それじゃあいくよ。それじゃあバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。カジラカジの動画を見てね。また見てね。バイバーイ。